畑中竜太郎は、日本の大倉官僚、外交官、金融庁長官を経て、コロンビア中殺特命全権大使、東京都立日比谷高等学校、東京大学法学部、第二類を経て、1976年大倉省、入省、理財局配属、名古屋国税局調査査察部、大倉省大臣官房調査企画課を経て、1981年から、 外務省在アルゼンチン日本国大使館に当初期間、大倉省銀行局、大倉省理財局を経て、1988年、大倉省主税局税制、第2課課長補佐。1991年6月10日、大臣官房企画官1992年7月8日、石川県企画開発部長県新幹線、対策室長。 1993年4月1日、石川県総務部長。1994年6月30日、大倉省大臣官房をつけ、同年プリンストン大学客員研究員。預金保険機構総務部長兼特別、業務部副部長を経て、1998年6月23日、大倉省金融企画局信用課長。大倉省理財局国際課長を経て、 2001年7月8日財務省理財局総務課長財務省大臣官房文書課長を経て2004年近畿財務局長2005年金融庁総務企画局審議官2007年金融庁検査局長2009年度監督局長に月東日本大震災後には金融システム維持に奔走しまた日本振興銀行に対して米イオフを初適用した また、長官時代は、野村ホールディングスによる増資インサイダー事件、水保銀行のシステム障害や暴力団組員への融資問題など、金融機関に対する行政処分を下した。2011年8月2日、金融庁長官に就任。長官就任後、将来の艦隊併用ブロック経済圏創設の動きも視野に、ベース EC と補調を合わせて、 if ーズ適用を延期することに決定したため、US ギャップの使用期限を撤廃する方向に着手した。2014年7月4日に退官し、9月1日に三井物産株式会社顧問に就任。2015年9月14日からコロンビア中札特命全権大使。2018年1月1日株式会社、電通顧問。後、大和大学特任教授。 ありがとうございます。